こんにちは、もずくです。今回の動画は事前に募集したご依頼をもとにお部屋を作るモッツルームという企画です。今回のご依頼はモロッコプフとモロッカンなランプを使ってウッドや寒色系のエキゾチックなリゾートの雰囲気でお部屋を 8×8 のお部屋に作ってほしいそうです。それでは早速作っていきます。どうぞ。まずは壁と床から決めていきます。リゾートっぽい雰囲気ということなんですけど、モロッカンシリーズを使うのでなるべく壁と床はシンプルなものを選んでいきます。まずメインの壁を白いペイントウッドの壁にして、壁一面だけだったらちょっと柄が入っていても、そんなにはごちゃつかないかなと思うのでこれにしました。で、床はリゾートっぽさを出すためにヘリンボーンの床を使います。次は間取りを決めていきます。キッチンスペースとリビングスペースに分けたいので窓のところに仕切り壁を置きます。で、壁紙をシンプルなものにしたのと、仕切り壁に壁掛け角が飾れないのでアクセントに壁と壁の真ん中にウッドウォールパーテーションを置きます。そうすると開放感も出て物足りなくなくなったと思います。次はさらにお部屋を仕切るためにリビングスペースだけにラグを敷きます。で、お部屋に立体感が欲しいのでちょうどラグの角のところに柱を置いておきます。次はリビングスペースに家具を置いていきます。ウォールパーテーションをダークブラウンにしたので家具もダークブラウンにします。床をダークブラウンにしなかったのは、床までダークブラウンにしてしまうとお部屋全体が重たくなってしまうので床はライトブラウンにしています。次は椅子を置いていきます。で、ここでシンプルなデザインの椅子にしてしまうとエキゾチックなリゾートっぽさが出なくなってしまうので、モロッカンなソファーと反対側はラタンなソファーを使います。で、さらにリゾートっぽい雰囲気を出すためにリビングスペースの角に観葉植物を置きます。テーブルの上にはお部屋の色を邪魔しない小物を置いておきます。これでリビングスペースはだいたい完成しました。次は後ろのスペースを作っていくんですけど、後ろにも立体感が欲しいので柱とカーテンのパーテーションを使ってウォークインクローゼットを作っていきます。次は中に家具を置いていくんですけど、リビングスペースに置いたラタンのソファーの色味が他のブラウンの家具と少し色味が違うので馴染ませるためにクローゼットの中にラタンなクローゼットを置きます。これでお部屋に立体感が出たと思います。次はウォークインクローゼットとリビングスペースの間を作っていきます。まず手前側の壁沿いに家具を置いていくんですけど、ここに密度と高さがありすぎる家具を置いてしまうと閉鎖的になってしまうので、フロアランプとモロッカンなサイドテーブルを置きます。で、ウォークインクローゼットとリビングスペースにラタンシリーズを使ったので、ここにもラタンシリーズを使いたいんですけど、観葉植物も一つしか置いていないのでラタンシリーズと植物の両方を兼ね備えたラタンのバスケットをサイドテーブルの上に置いておきます。で、まだ空間が空いているので家具を置いていきます。手前のフロアランプと奥のウォークインクローゼットで背の高いものを使ったので、ここは背の低いベッドを使います。で、ベッドを置いたことでブラウンの割合が高くなってしまったので、ここでモロッコプフを使います。これで家具全体の配置が決まったので、次はバランスを整えていきます。植物を見た時に左側と真ん中にはあって右側にはないので、右のお部屋の角に観葉植物を置いてバランスを取ります。次は照明を飾ります。リビングスペースを見た時に右端が大きく空いているのが気になるので、モロッカンのランプを飾りとして配置して、テーブルの上には灯籠のランプを照明として配置します。この時にリビングスペースに照明が2つになってしまうので、モロッカンのランプはライトを消して使います。次は奥のキッチンスペースを作っていきます。
石造りのキッチンは他のキッチン家具と比べた時にお部屋の色味とも合ってリゾートっぽさも出るのでこのキッチンにしました。でもう一枚の仕切り壁沿いには冷蔵庫と、こちら側から見た時にも植物が欲しいので観葉植物を置きます。次は細かいものを飾っていきます。キッチンに鍋があるのでよそった風に見せるためにお部屋の色味を邪魔しない料理家具を置いておきます。でキッチンスペースにも明かりが欲しいので天井に照明を配置します。最後にまだ飾っていない壁に飾り付けをして、これでお部屋は完成です。ちなみにオーディオ家具を置いていないのは環境音を使ってリゾートっぽさを演出したかったので、オーディオ家具はあえて置いていないです。いかがでしたでしょうか。今回はエキゾチックなリゾート部屋を作りました。何気にモロッカンシリーズを初めて使ったんですけど、使うポイントとしてはお部屋全体の色味を揃えるか、いろんな色を使いたい場合はシンプルなデザインの家具と組み合わせるとまとまった印象になると思います。よければ参考に作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。